はい、なんかファンの方からいただいたんで開けます。で、開けた分全部あげます。はい、今回はファンの方にいただきました。どっちから開けたらいいとかあるの？こっちの方がいい。151と国営の支配者、国営じゃないですかが先、先、え、こっちの方が、こっちの方がいいやつ開けてくる。これ結構高いっすよね。あ、でもこれ7枚入りで必ず2枚キラカード入りやから、あ、後にしよう。どっちにしたっけ。これ今のやつ、うん、ポケモンカード全然わからんねんな。ポケモンカードはなんか3枚目か4枚目っつったら多分、うん、キラだったりして、こうして、こう見て、これはもう俺はもうあの5パック全部同時に行くから。手元映ってないとなんか信憑性に欠けるのか。目は。知らん。あ、なんか光ってんぞ。氷っぽ。あるある。あ、人影やん。人影いいやん。知ってるっけ。全然わからへんな。あ、ポッポ、あ、こいつだけじゃん。え、あ、人影2匹目。まあいいか。なんやねんこれ。あ、でも人っていいって言わへん。人は多分キラキラしてる。ああ、なるほどね。ライン。まあでも氷っぽっていうのが出た。 EX ちょっと調べてよ、これ高いか。出ました、氷ね、いいか悪いかも分かりません。やってて、はい、盛り上がることがないです。欲しい人全部あげるんで。おー、メルカリですね。あ、いいやん。1000円で売られてるやつだし。151いきます。80円。あ、あかんやん。あ、これはでも俺の世代やから俺は見てて楽しいね。ニドランメス、オス、ニドランオス。あ、メタモン、エリカの正体、なんか良さそうやで。メタモンとか人気ありそうじゃない？女の子に。人気ありそうじゃないんか。なんか雰囲気良さそうなやつだけ渡そう。でもキラが多いってことやろな。キラが毎回2枚入ってるってことは。どうす。エリカの正体1円です。で1円で、メタモン、エリカの正体、あら、可愛いのに。メタモン、え、ミュウ出たで。ヤバそうちゃう。え、これヤバそうちゃう。それヤバそう、これヤバそうやんな。さっきそれ調べます。そうね、安全ゴーグルと。ミュウはヤバいんちゃう。ウルトラレア。教えてもらってる間にも黙々と。あ、リザードも良さそう。あ、カイリュウもおる。俺ら世代にはたまらん。一応今下がってて買い取り130円。うわ、すごいや。買い取りで、はい、で販売で5000円。うわ、すごっ。もともとは1万2000円。あげます。当たり、当たりや、大当たり。カイリュウとリザードも多分いいと思うよ。このだってこのリザード分かるかな。なんかあれポケモンのこのモンスターボールのキラキラが入ってる。分からん
な、この画面には。リザード良さそう。当たってるやん。これが多分レアだね。フランセがそうだ。そう、ニドキングだ。ファンセはどこだ。色違いとかじゃなくて、こいつも同じ色の。ダメージ動きが強そうやけどな。ラスト1個もうミュウだけで爆勝ちやん。ありがとう。ファンの方リザードですよ。リザードにならなかった。おい、あ、めっちゃ光ってるやん。大きな風船。ああ、ラクレシアか。白龍と海龍を打った後がすごそうやから。はい、終わりました。こっちだけ？大きな風船ね。ミュウだけで弱いと。もう何も食ったのかな。お前ウルトラレアはミュウだけやね。あとはシンとか。あ、これはニドキングだ。シンって書いてある。これ R です。この左下。お前 R やった。シンって見えただけで R でした。なんで、はい、ミュウが入ってる、このポケモンのセットカードあげます。私のインスタグラムに飛んで、私のインスタグラムをフォローして、なんかメンションしてください。いつにしようかな。締め切りは8月31日の23時59分にします。はい、発表は発送をもって聞き返させていただきます。あとなんかいっぱいポケモンカードいっぱいあるんで、そのなんかセットであります。はい、興味ないんで。でもいいね、これ当たったら。はい、欲しい人全部あげるよ。はい、応募してください。はい、さよなら。なんか取り扱いとか雑なんで、その辺、ただでもらうんで文句言わないでください。よっしゃ。